こんにちは、エルビアン TV。 エルビアン TV のレイアンとユウです。今日は私事なんですけど、プライベートなお話をねしたいと思います。っていうのもね、動画にしなきゃなって思ったのが、こう自分自身今まで経験したことがないことが今起きてて、ちょっとプチパニックというか、すごい落ち込んじゃってるというか、っていうので、こう経験した方でちょっといいアドバイスがあればなと思ったのが一つと、あとはちょっと今後動画に映ってしまう可能性があるので、ちょっと心配をされてしまう前に言おうかなと思って、今回はちょっと動画にしました。っていうのも3週間前ぐらいから始まっていましてですね、3週間前ぐらいからいきなりちょっと汗もみたいに、体の腕とかね、内側とかにこうポツ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 赤いものが出始めて、最初は汗もかな、何かなって思ってたの。いや、汗もだと思ったもんね、最初ね。でもなんか普段汗もとかもしできるとしたら胸のところとか背中とかが多かったから、なんだろうってずっと思ってたのね。で、ある日こう足を見たら、ちょっと集合体っぽいブツ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 っていうのがまとまったものができてて、水泡みたいな、なんか最初水虫かなって思ったんだけど、ちょっと違くて、なんかそれが出始めてからどんどん体に増え始めちゃって、で今3週間ぐらいずっとこう湿疹みたいなものが治ってない状態で、こう日々増えてるんですよ。最初は腕とかか足とかからちょこちょこ始まったものが、今一番ひどいのがお腹とお尻で、すごいお腹とかお尻のこの内側見えない部分の増え方が異常で、もう1週間目ぐらいに皮膚科に行ったんですよ。軽い湿疹だろうからすぐ治るよって言われてて、でステロイドと飲み薬をいただいて飲んでて塗ってたんですけど、全然治らなくて、で今日2回目別の皮膚科に行ってみたんですよ。ちょっと原因とか分かったらいいなと思って、違 う, こうお医者さんの意見も聞きたくて別の皮膚科に行ったんですけども、その頃もう今日にはもう何て言うんだろう、最初の頃の湿疹の量じゃない量ぐらいがもう出ちゃって、ステロイドもすごいなくなるんですよ、すぐねすぐなくなるし、朝晩ゆうちゃんにね塗れないとことか塗ってもらってるんだけど、だから結構ひどいの、ただれ方が減ってる感じもしないけどみたいな、なんか多分治ってはいるけど新しいのがどんどん出てるんだと思うの、今までさ、こう湿疹とか出たことがなくて、アレルギーもそんなに持ってないから、ジンマシンとかもたまになんか出るかなってことがあったとしても、本当にこうリンパらへん、こう脇の下とか首周りとかにこう一瞬バッて出てバッて消えるって感じだったから、こう赤い湿疹みたいなものが出ることがあんまりなくて、なんかさ、すっごい気になるのはさ、出てる部分にはできないんだよね、あんまり。そう、顔とかにはね、ありがたいことに今湿疹はまだ出てなくて、もしかして今後すごいね悪化しちゃったり増えたら出ちゃうかもしれないし、全然今自分の肌が綺麗じゃなくて、いや分かるよね。そうそうそう、でどんどん広がっていくのよ本当に、うん、なんかびっくりするぐらい なんでか広がっていっちゃってて、で今日も落ち込んじゃってて、昨日の夜とかにもちょっと増えてパニックになっちゃって、お風呂上がりとかにね薬塗ろうと思って見たらすごい増えてて、そういうのでちょっとパニックになっちゃって、で今日朝一で皮膚科予約してもう一回行ってステロイドもらってきたんだけど、そういうのでちょっとすごく悲しくなっちゃってて、今ジンマシンとかって原因を特定するのがすごい難しいらしいです。結局原因っていうのは分からなくて、今は湿疹としか言いようがないですって言われちゃって、なんかもしこういう薬が効いたよとかさ、多分人それぞれだと思うんだけど、こういう入浴法が効いたよとかさ、なんか自分でも結構自分なりに調べてみたんだけど、なんかいろんなさ皮膚の湿疹がありすぎて、なんかよく分かんなくて、ほんと自己流とかでもいいから、断食したら治ったよとかさ、皮膚のこの断食したらちょっと皮膚綺麗になったよとかさ、お風呂でこういうことしたらよかったよとか、保湿はこういうのがよかったよとか、なんかこういうのはしない方がよかったよとかっていうのが、もし経験者の方でいたらちょっと生の声を聞きたいなと思ってっていうのと、でお腹を中心に今胸とかもそんなに多くなかったんだけど、胸も出てきちゃってきて、どんどんで背中はもちろんできてるけど、こうお尻からこう太ももにかけて出てきちゃったりとか、で腕もなんか前よりも結構増えちゃってるのよ、すごい。今までは腕のこっちの本当に腕側しか出てなかったのが、なんていうんだろう、こっちの下の方にも出てきちゃってて、これがこう増えていくと動画とかにも多分赤い発疹が映っちゃうかなと思って、ひどくなる前にちょっと長期戦に、ね、なりそうなので、そうだね、動画にしてみました。なんか結構経っちゃってるもんね、出始めてからね。
なんか最初はすぐ治ると思ってたし、こう皮膚科でもらった薬塗ったらすぐ消えるんだろうなって思ってたの、うん、で様子をずっと見てて3週間経ってすごく増えてて全く薬もこう治ってない状況っていうのを見てちょっと調べたら結構慢性化してるっていうかさ、うん、治るまでに結構時間が要するかもしれないみたいなことがネットに書いてあったからね、しました。で、うん、なんか発疹が出始めたタイミングっていうのを、うん、普段使わないものを使い始めたとかそういうのあったっけなっていうのを2人で考えたんだよね、うん。まあでもなんか飲んでる薬とかもちょっとなんかそのタイミングでね飲んだものとかもあったから、今日皮膚科2軒目のね皮膚科に行った時にお医者さんに確認したのよ。こういう薬を飲んでそういうことぐらいは心当たりがあるんですけどって言った時に、薬には関係がないと思いますってはっきり言われちゃって、薬ではないですってまず言われたので、私が想像してて調べてた湿疹の内容でもなくて、だからこう本当に原因が分からなくて、結構湿疹っていうとストレスとかさっていうこともよく聞くんだけど、うん、自分がストレスを感じてないのよ今のところ。自分の中ではすごいストレスだなって感じることが少なくて、うんうん、何にストレスを感じてるのか、そもそもストレスを体が感じてるのかってことすら分からないから、それがなんか逆に今ストレスになっちゃってるような気もして、あ、そう、最初はダニかと思ったの。最初はダニかと思った。でもダニじゃないんだよね、もう。そう、今ワンちゃん2匹お家にいるから、そういったのがもしかしたらアレルギー反応がいきなり出始めちゃったのかなともちょっと考えたの。あ、うん、そうだね。多分そういうわけでもないだろうし、まあ、原因が何だかわからないんだけれども、予想外ね、こう湿疹ってすごいへこむね。ニキビがさ、たくさんできた時も私結構なんか、あー、すっごいなんかもう嫌だな、ストレスだなみたいな感じと、そういうのと一緒な感じがするんだけど、そうそうだね。ちょっと今からね、どういった状況かっていうのをちょっとお見せしたいなと思うんですけど、全てを見せるとちょっとあまり得意じゃない方もいるので、ちょっと今から流します。今から流すので、もし得意じゃないなって思われる方は、はい、ちょっと飛ばしてください。はい、はい、じゃあ流しますよ。はい、まあ、比較的ちょっと皆さんにお見せできる部位で、比較的そこまでダメージを受けにくいところを映しているので、ひどいところは正直もっとひどいです。急遽私の湿疹のプライベートすぎる話だったんですけど、まあ、ぜひ知っといてもらえると嬉しいです。はい、はい、ということで、この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録とお願いします。ぜひコメントでいろいろ教えてくれると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。